どうも皆さん、こんにちは、ヨッシーランランチャンネルです。今回は妖怪ウォッチプニプニのイベントステージを遊んでいきましょう。アルルさん、ぷよぷよでは主人公的存在ですね。任せてみましょう。ぷよぷよは私も遊んだことが何度もあるので楽しめそうですね。まずは赤ぷよさんです。早速戦っていきましょう。クリアできました。 BGM がめちゃ懐かしいですね。 BGM がぷよぷよですね。興奮してきます。説明が長いですね。
Y ポイントが一気に貯まりますね。青く予算です。可愛いです。この激甘っていうのは何なんでしょう。まあとにかく戦っていきましょう。なんと約20秒で倒すことができました。お見事。褒められちゃいました。この調子でどんどん進んでいきましょう。緑ぷ予算です。倒せました。お見事。褒められちゃいました。レベル上限も解放しておきましょう。こういうの苦手ですね。黄色く予算です。クリアでウィス。倒せちゃいました。褒められちゃいませんでした。挑戦していきましょう。なんか回転していますね。
お疲れ様でウィス。少し慣れてきましたね。紫府予算です。クリアでウィス。クリアできました。お見事。褒められちゃいました。再び赤く予算です。またまた褒められちゃいました。どんどん挑戦していきましょう。よーい、スタートだに。終了。お疲れ様だに。ミッションもクリアできました。そして再び青く予算です。褒められちゃいました。そして再び緑府予算です。お前の運を食ってやる。クリアでウィス。クリアできました。お見事。そして褒められちゃいました。そして再び黄色く予算です。やっ、
褒められちゃいませんでした。そして再び紫区予算です。またまた赤く予算です。くよさん可愛いですね。またまた青く予算です。よーい、スタートだに。バナー、バナー。クリアすることができました。お見事、褒められちゃいました。ついにボスです。カーバンクルさんです。戦っていきましょう。意外と簡単にクリアできました。やっぱりフィーバーは強いですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなぁと感じてくれたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。またねー。